皆さんこんにちは。佐渡ジオパーク推進協議会事務局の市橋と申します。よろしくお願いいたします。佐渡は島のほぼ中心を北緯38度線が通る日本海側最大の島です。大佐渡山地と小佐渡山地に挟まれた平野が国中平野です。国の名勝及び天然記念物国定公園に指定された地域には豊かな自然が残されています。世界文化遺産登録を目指す佐渡鉱山や環境の島のシンボルとされるトキの自然放鳥など多くの魅力を持つ島です。佐渡ジオパーク構想のテーマは金と銀の島でたどる3億年日本海3000万年佐渡島300万年の旅と人の暮らしです。本テーマは佐渡が隆起してできたことを示しています。佐渡の北東の海底に位置する鳥見栗の調査によりこの高まりが断層に沿って傾いて隆起したことが分かっています。佐渡も同じようにして隆起したと考えられています。地下構造図では小佐渡を隆起させている断層が捉えられ小佐渡も鳥見栗と同じように断層に沿って傾いて隆起した経度地界であると考えられています。西三河砂金山ジオサイトでは小佐渡山地側が乗り上げ山を隆起させている断層の一部を実際に観察することができます。このような隆起運動はテーマ中の佐渡島300万年に相当しています。小佐渡山地の南にある活断層は日本海の形成に関係しています。佐渡の成り立ちと合わせて紹介いたします。佐渡には最も古いもので約3億年前の岩塊を含む地層が見られます。この地層を含む大地が割れリフトが形成されました。このリフトを大佐渡・小佐渡山地を作る地層が埋めていきました。リフト形成時の正断層が逆断層として活動したものが山地の南側にある断層だと考えられています。この時代には緑色凝灰岩や植物化石などが見られます。またこの時の火山活動によって金銀鉱床も作られました。さらに日本海は拡大し深くなっていきました。最も深くなる時代には珪藻化石からなる地層が堆積しました。そして約300万年前から佐渡島は海上に現れ現在の形になったと考えられています。このような過程を得て作られた佐渡の大地に人の暮らしが営まれており大佐渡・小佐渡山地から流れる水で国中平野では稲作が行われています。使われるこの用水路は400年も前から使用されています。そしてその田んぼには自然放鳥された時もやってきます。これらの背景から佐渡ジオパーク構想の特徴は今でも島が隆起していることを実感できるという点にあります。島内を巡り野外で実物を見ることによって島が動いたことを実感することができるのです。そこで地域と特徴ごとにこのように10のジオサイトを設定しました。テーマの3億年、3000万年、300万年という年代からそれぞれ大陸の時代、日本海形成の時代、佐渡島形成の時代に区分しました。これらのジオサイトを巡ると日本海の成り立ちから島の成り立ちまでを理解することができます。現在8番の小木半島から整備を始めています。このような佐渡の大地の魅力を伝え理解する仕組みを作るため平成23年5月に佐渡ジオパーク推進協議会を立ち上げました。4つの部会が組織され関係機関と連携を図りながら進めています。それではこれまでの取り組みを紹介いたします。まず調査研究活動についてです。関係機関と連携し学術的な裏付けを取りながら調査研究活動を進めています。そしてツーリズムや教育への活用につなげています。調査結果をまとめた報告書も発行いたしました。
続いて教育活動についてです。佐渡では全ての小中学校で佐渡学の授業が設定されています。これはジオパーク学習にあたる佐渡独自のふるさと学習で6年前から実施され、金山やトキについて学んでいます。ジオパークは佐渡の歴史文化と自然をつなぐ役目が期待されています。佐渡学や総合学習の時間を使って学習研究協力校を設け、理科の単元に対応するジオポイント一覧の設定を進めています。また野外では過去に起こった地震について紹介し、防災教育にも努めています。児童生徒以外の一般の方にも佐渡の大地の魅力を知ってもらうため、ジオパーク推進室では市民講座を開講しています。受講人数は延べ130名を超えました。続いてツーリズムについてです。ツーリズムを行う上でガイドの存在は重要です。先ほどの市民講座生を対象にガイド養成講座を開講しました。救命法などを学び、現在21名の認定ガイドが誕生しています。認定ガイドだけでなく、既存のガイドにもジオパークに関する研修を行っています。市民や観光客へのニーズに応えるための看板の設置やパンフレットなどの作成も行いました。また既存の観光案内所を活用したビジターセンターの設置計画も進行中です。新潟大学など多くの大学と連携し、また地元の研究機関との連携も図っています。観光協会とも連携しモニターツアーなども行いました。また島内各地で開催されるイベントや祭りとジオパークを組み合わせたツアーなども行っています。市民主体の動きも出てきております。昨年は市民講座生が独自にミニシンポジウムを企画したり、糸魚川ジオパークへの見学旅行なども実施されました。さらに食の面では小木半島の成り立ちをイメージしたジオパスタが開発されるなど、市民の間でもジオパーク熱が高まってきています。それでは最後に推進協議会会長甲斐元就よりご挨拶申し上げます。飯野先生方におかれましてご清聴ありがとうございました。推進協議会の会長の佐渡市長の甲斐でございます。よろしくお願い申し上げます。私の方から3点、このジオパークの皆様方の仲間にさせていただきたいという理由を申し上げます。1点は、これから佐渡の進む方向、これは生物多様性、人と自然が共生できる島、これを目指していきたいというふうに考えております。1点目であります。そのために、今、一昨年でありますけれども、世界農業遺産という認定をいただきました。そしてこれから金と銀を中心といたします世界遺産を目指しているわけであります。しかしこの2つの土台にあるものは一体何であるか。それは大地であります。従いましてジオパークということをもっともっと追求をし、我々が認識をしていかなきゃならない。そうしなければ人と自然が本当に共生できる島にならないということでありまして、今回のものの第1点目であります。2点目はやはり佐渡は交流の島としてこれから発展をさせていかなきゃならないわけで、交流人口が徐々に増えているわけでありますけれど、ニーズが非常に多様化をしてまいりました。今までのメニューではなくてアクティビティ群、これをどんどん作っていかなきゃならない。そのメインとしてこの地質と大地というものを目指してまいりたいというふうに考えています。3点目は、我々がその地域に住んでいる全く当たり前のことだと思っていることが実は当たり前ではない、そのことを認識をしていかなきゃならないわけです。今佐渡には高等学校がいくつございます。しかし大学はありません。ほとんどの子どもたちは高校を卒業すると本土の大学に渡ります。しかし本当の佐渡に感謝をし、本当の意味での佐渡を知った子どもたちっていうのがいない。そういうことからすれば、佐渡にいる間に本当に佐渡にこういうものがあるんだという大地の恵みに感謝をするという教育をこれからしていきたい。
この3編を狙い皆様方の仲間に入れていただきたいということで今日エントリーをさせていただいたわけでございます。どうかよろしくお願いを申し上げます。どうもありがとうございます。